聖中組は、幕末の薩摩藩に存在した、藩内組織。聖中組とも、金子六崩れの秩父基保が愛読した、金子六を隣読する会を、西郷吉之助、大久保昌介、長沼加平、有村春斎、最初期三左衛門、吉井二左衛門、伊地知隆衛門らが結成し、後に、それが発展したものである。彼ら自身が、聖中組、 生中組を名乗った事実はなく、後世の命名である。安政の大国期、宋月将と共に受水した、西郷隆盛を名士的存在とし、大久保、堀中左衛門、岩下方平が主導した。水戸藩と共同して、大老、井伊直助を暗殺し、京都への出兵を行おうとする突出を計画したが、藩主、島津重久及びその実ッで、 貢献役の島津久光から、警挙モードを抑制されて頓挫した。結局、異暗殺には有村寺左衛門ののみが参加し、それを国元へ伝えた兄の有村雄介は、切腹処分となる。半島局の対応に不満を懐く一派はあくまで、突出を主張したが、大久保らがそれを抑えた。久光は、その後、青中組の取り込みを図り、大久保、最初、堀、 吉井らを側近として抜擢し、活躍させた。文久2年に久光は、正中組の主張する、突出に代わり、幕府改革を起とした出兵を実行に移す。しかし正中組の中でも、有馬新七ら過激派は、牧田持信、清川八郎ら諸国の尊能上位八氏らと連携し、公明天皇奪還計画などに加わり、久光の節油にも従わなかった。 アリマラが集結する旅館寺田屋に向けた久光からの上司として奈良原茂、大山綱吉らが最後の説得を行うが交渉は決裂、聖中組の同士討ちとなる寺田屋騒動が発生した。ここにおいて聖中組の結束は事実上崩壊した。大島都会在犯在江戸旅行在住院京都ズメ。ありがとうございます。